男子エペ予選プールに出場する正式に連絡をします。男子エペの予選プールにつきましては、女子エペの試合が終わったプールでリストから順次試合を入れていきます。男子エペの選手は放送に十分注意してください。男子エペの試合は女子エペの終わった試合が終わったリストから順次入れていきます。放送に注意をしてください。また女子サーブルに出場する選手、男子エペの試合が入りましたら女子サーブルのコールをかけますので、こちらも放送にご注意ください。男子エペの選手は準備をしてください。